よろしくね。おお、準備はできてます。さ、おお、落ち着いた感じのギターの音色が軽快な曲調に意外なほど合っている。この曲は。多くの人々の心を。よし、あと2人だな。演奏家を見つけたらまた連れてこよう。よろしくね。おお、準備はできて。よし、演奏家を見つけた。さあ、いらっしゃい。おお、準備はできてます。ありがとうございます。これだけ素晴らしい楽曲があれば、商品としては十分でしょう。そうですね。まずは裕福な貴族に売り込んでみようと思います。いや、それだとまた一部の人間の娯楽にとどまっちまう。だから、そうだな。もっと大勢が触れられる場所、各地の酒場に置くってのはどうだ？酒場？大きな店なら可能でしょうが、町さ、録音はいいから聞けるだけのものを安く売ったらどうだ？確かにそれなら、故郷を偲ぶ曲、女を口説くための曲、もこれを聴くために酒場に通う客も増えるかもしれねえぞ。それは世界中の酒場にこれが置かれたら、個人で所有したい、求める客が増えれば大量生産も夢じゃない。いつかそれぞれの家庭から、そんな未来が来るかもしれ。素晴らしい。パルテティオさん、
あなたとって。あ、そうだ。もしよろしければこの名前か。音楽、たくさんの音を蓄えられる蓄音機ってのはどうだ。蓄音機、いいですね。早速か。ああ、酒場で音楽が聴けるの。頼もう。